さて中村さんに伺ってまいりましょう、はい、アンダー55キロファイトですが18歳の対決、これはもう未来をこれから作り上げていく2人と申し上げて構わないような実力者、はい、いやもう現時点でこのプレリミナリーファイトのもう枠を、ね、超えているというか、はい、そのぐらいの実力ある選手だと思うんで、はい、まあ、本当この試合はもうここで見れるのが、ね、幸せぐらいの、はいはい、組み合わせのカードになったと思いますね。そうですね、あの関根勤さんは思わずもうこれプレリミナリーのメイン級、はい、そうですね、そんな風に、はい、話をしてくれました。それ耳にしたんですけれども、ラウンド1、はい、さあ最強サウスポースタイル赤いグローブ、そこに右のローキックは青いグローブの朝日太陽、右の蹴りを放ってまいります。空手ベース対決、そして最強の方は K-1 甲子園2015アンダー55キロ王者となってここにまた帰ってきたということですね。そうですね、はい、早いパンチ、最強選手スピードありますね。そうですね、うん、朝日選手は空手ベースなんですけど、結構まあ朝日道場のスタイルがこう独自の空手というか、はい、こうステップをすごく使って、あの本当にもう手数と動きの量がちょっとね他の選手ないような動きする選手なので、はい、うん、おこれ投げるようなパンチ最強、はい、それはもう本当にオリジナルの戦い方しますからね、朝日選手は。そうですね、はい、お兄さんもファイターで、そうですね、はい、もうプロで大活躍してますからね、はい、左のストレート、ほとんどモーションがないところからスピーディーに放つことができます最強。この拳ステップから飛び込みが早い最強選手、あれですね、こうしっかり距離取って朝日選手の攻撃をもらわない場所から一気に踏み込んで、うん、攻撃まとめようっていう、はい、あの練習してきたんじゃないですかね。あ、うん、ここは右をクロスします。確かにそのプラン見えますね、はい、今もそうです、左ですね、はい、うん、はい、その体の一番奥の位置に引いてのパンチ、赤いグローブうなりを上げます。ローキックは見えています、前蹴りも同様です。さらに左、いきなり左でという動きも見せるんですね。そうですね、うん、逆にあの左入ってから、おー、当たった、はい、中村さん、そうですね、左で入ってからいろいろ攻撃まとめ、ジャブみたいな感じでね、左使って、はい、結構ね、オーソドックスサウスポーだったら、はい、そういう攻撃もあるんで、はい、ストレートがもうジャブのような役割 で、ね、あ、これもそうですね、今はそのジャブ役があって、はい、さらにストレートがあってというふうに見えました。あ、話があります、朝日さん。そうですね、朝日選手はやっぱ もう少しやっぱ蹴りたいですね、はい、うん、やはりその得意の蹴り、左のフック、朝日さん本来の戦いを忘れたくないが、パンチから膝最強です。最強落ち着いてますね。そうですね、あのもっと朝日選手がこうスピードだったりこう、うん、蹴りの手数だったりで最強選手やりにくくなるのかなと思ったんですけど、うまくあの距離を自分のものにしてますね、はい、うん、そうですね、またよく動いて左から奥に引いた拳からさらに前蹴りへ、あ、ローキック見えてますね。右ミドル中段の蹴りは強い朝日さ、うん、追いかける左、詰めてくるのは朝日さの方なんですが、しかしその後左コーナーに押し込まれても焦りはありません最強春馬ワンツー、左エンド朝日さ前進、朝日選手の右のミドルいいですね、いいですね、右ミドル中段の蹴り、それを見てフェイント気味に最強回る、動いて、ここで新鋭同士の一戦第1ラウンド終了です。赤コーナー最強春馬、青コーナー朝日太陽、ともに1998年生まれ、18歳対決です。アンダー55キロファイト、セコンドアウトの声がかかっています。朝日陣営この表情、さあ最強こちらです。ラウンド2、お互い深い呼吸から、さて第2ラウンドに突入いたします。サウスポースタイル、それでも左のパンチ、ジャブでもストレートでも、そんなパンチに見えてくる最強、変幻自在です。
対する朝日さですね、中村さん、やっぱり蹴りが持ってほしいと、はい、そうですね、お左、それでも最強の拳が届いてきますし、また朝日さんの蹴りもこれ見えていますか、そうですね、中盤の第2ラウンド、拳集中、ボディ打ち織り交ぜる最強です。さあ朝日さん、ここは早めに突き放したいところです。ホールディング注意、朝日さんに対してホールディング、これ両手で抱え込んでしまったということで口頭注意1です。口頭注意1です。蹴りもためを見せて放ちました朝日さん。ローキックは打ち合い、間もなく第2ラウンド、あ、これボディ打ちもありますが、そうですね、こういう技もいろいろ最強は引き出し多いなというふうに見えますね、はい、そうですね、こううまく距離取りながら、うん、攻撃を、うん、合わせに行こうとしてますよね、はい、朝日選手は。最初の1分いかがですか、このラウンド。おお、最強詰める、おお、飛び膝できた。先に朝日選手が手を出していこうとするんですけど、そこにうまく朝日選手が攻撃を合わせてって、っていう展開かなと思いますね。その中でやっぱさっきみたいな朝日選手のこの大技っていうか、はいはい、それが入るとやっぱりこう、うん、膝、ここに右のストレート合わせていきます朝日さん。朝日さんの拳も強い、さらにロープに詰めて左を返す最強が、この連打が朝日選手の持ち味なんですよね。これですよね、飛び膝、右で合わせる朝日さん、さらに攻撃を重ねていきたい朝日さんです。青いグローブ、右から左のストレートは最強を返していく。この連打に巻き込まれたら最強選手、はい、ペースを、ね、持ってかれちゃうんで、うん、確かにそうですね、巻き込む戦い、はい、朝日さん兄弟ともにこれお兄さんもそうですね、ありますしね、はい、前進プレッシャーから左、右の蹴り回ってかわしてという最強左前蹴り、さらに一つの方向ではありません、よく相手を見て動いての最強、赤いグローブ、左ストレート、ちょっと今ローブローですね、ローブローとなっています。ここは苦悶の表情の最強、このラウンドここまではどう見えてますか。そうですね、まあ、お互い本当にいいところを作ったあのラウンドだと思うんで、はい、ここからもう一歩さらにいけるかですよね、はい、やはり何か朝日さんがその流れを作ってくるとまた面白くなりますよね。さあ続行、左前蹴り、最強選手ももっと蹴ってもいいかもしれないですね。ああ、そうですか、序盤の左のストレート良かったですけど、あのちょっとそれだけになりすぎると攻撃のパターンが減っちゃうんで、はい、あの左の、うん、ミドル前蹴り、はい、今ロー、そうですね、しかし蹴りでは朝日さ自分のペースを作ろうとします。左フック少し腰が落ちかけたか朝日さ、うん、右のフックも同様最強の有効打です。いやでも早いですね。そうですね、ここで第2ラウンド終了です。朝日さあ両方の拳を宙に突き上げています。中盤第2ラウンドまで終了。さあ中村さん、改めて振り返っていただきましょうか、はい、そうですね、まあ、このラウンドを、ま、通してみて朝日さ選手が前に出ながらあの手数を増やして攻撃をつなげていこうとしているところに最強選手が結構的確なこうパンチ当てて、はい、ちょっと動き止めたりとかする場面もあった、そういうラウンドだったと思うんですけど、はい、左一つ、そうですね、はい、ただ最強選手としてはもう少しね自分の方から攻撃を出して先手取りたいところだと思いますし、朝日選手はもっとね逆にあの自分のあの運動量と多さですよね、はい、あれでもっとこう攪乱したいところだと思いますね。この後ということになると面白いですね、はい、ラウンド3ラスト18歳対決、赤最強春馬サウスポー、青朝日さ太陽、オーソドックスから青いグローブ、さらに蹴り技をという朝日さプレッシャーをかけてまいります。最終第3ラウンド、左のパンチを打って回る最強、さらなる加熱ヒートアップ、中村さん見たいです ね、 ですね、やっぱり、まあ、でもまだねそんな始まってすぐですけど、でも基本的な展開はちょっと変わらなそうですね、はい、はい、朝日さまず詰めてくるから、ね、はい、突き放して左、このパンチは最強です。2ラウンド目には左ストレート一つ有効打がありました。打って動いて食らわずという最強、朝日さ詰める、蹴りのモーション必ず左を見せて右という朝日さの蹴りなんですが、その後に左は最強です。
前蹴りか中段の蹴りかというそんな蹴りがあります。そこから右ロー、ラリーはハイキックブロックしています。右フック、最強打って離れる、まあ、お互い譲らずって感じですね。うそうですね、いやこれ気持ちの上でもそうでしょうけれども、この K1 の未来を担うべき2人の対戦、65キロ級 K1 甲子園昨年の王者篠原優斗は KO 勝ちを収めています。55キロの甲子園王者最強はどうだ、対して行かせないと旭化太陽九州の優です。あ、お互い見合うところから中村さん、もう一つ段階上がどうしても見たいですよね、この2人だからこそ。ここはパンチの交換、打ち合いとなっています。またガードを高くして右ハイ、左のストレートは最強、いやいや単発となっていますかね、この展開。そうですね、もう少し、うん、ちょっと最後選手は一歩行きづらいかなと、はい、ここも今離れています。残り1分を切りました。ワンツーのパンチ顔面は最強、東西テクニシャン対決、18歳同士です。旭化前に出る、右フク、一瞬顔面が流れましたが最強左で挽回しようとする、さらにワンツーリング中央、どちらでしょうね。そうですね、まだどうでしょう、なんとも膝で飛び込んでまいりますが最強です。左グローブ全体投げつけるように最強、さらに前、時間がなくなってくる、まだ見ていたいこの2人、若武者同士ですが距離が近い、右のフック左ミドルでは旭化、ラーリハイロキックを合わせての旭化、どうだ決め手はあるか、最強旭化詰める、打ち込むのは最後は左旭化、いや最強の方です。試合終了、まあ、最後までどちらも一歩も譲らずという展開だったんじゃないですか、はい、終始そうでしたね、はい、あしかし攻めて攻めて、まずこの旭化が最初にペースを作って、そして返してと最強、あとは判定ですね。青コーナー旭化、赤コーナー最強も今中央へ、集計の結果をお知らせいたします。さあどちらだ、ジャッジ芹沢30対29、赤最強1ポイント差、最強です。ジャッジ勝本29対29、ドロー、2人目ドロー、さあ3人目です。ジャッジ伊藤30対29、赤最強最強、春馬2対0、赤コーナー、ギリギリの一戦、どちらも譲りませんでしたが勝ったのは最強春馬です。さあ中村さん、まず今どんな思いでしょうか。いやもう本当ギリンさんの試合だったと思いますね、はい、はい、まあ、少しね最強選手がパンチ当てて旭化選手の動きをね止めるの場面もあったので、それがね判定に影響したのかなと思うんですけど、はい、まあ、本当に2人とも、ね、実力的にそんなに差はないですし、しかもトップを、ね、狙えるポテンシャルを持っている2人だと思うんで、はい、またね勝ち上がっていけば、ね、この2人どこかで戦うこともあると思うんで、はい、そういうのも期待してこの2人の、ね、今後の活躍を見ていきたいと思いますね。いやそして、また最強本人もこの一戦で思うところ、掴んだところたくさんあるでしょうね、はい、そうですね、はい、未来を感じさせるK1 18歳対決、旭化太陽を2対0で下したのはこちらです。 K1 チームドラゴン最強春馬。